可愛くなりたい。はい、こんにちは、いつむひなです。今日はですね、最近すごい思うことがあって、なんかまあそれについて話しながら、まあメイクもしていきたいなと思ってます。ということで、もう早速いっちゃいましょう。レッツゴー。最近ですね、もう本当に自分に自信がなくて、なんかね、めっちゃ可愛くなりたいなって思うんですよ。なんかそう言うとね、多分みんな優しいから可愛いですよって言ってくれる人も多いんですけど、なんとなく私的には理想の自分じゃなくて、なんか自信がないんですよね。で、それによってなんか動画とかもなんか撮ってはいるんですよ。ただ最近動画の更新率が低い理由としては、なんかもう自分の顔が微妙っていうか漏れてなさすぎて編集が進まないんですよ。だからそれってもう甘えでもあると思うんですけど、だからね、ちょっとこれじゃダメだと思って新規一点ね、今年は自分にお金をかけようと思ってます。だから今年は自己肯定感を高めようっていう年にしたいなと思って、もうね、もうすぐ年も後半に入ると思うんですけど、今回はそのことについて話しながらメイクをしていきます。ということで、メイクしていこう。最近その顔、自分の顔がなんか嫌いっていうよりかはなんかね、うん、微妙みたいな感じなんですよね。それでなんかもっとでも可愛くなれるんじゃないかってもちろん思うので、なんかね、今まではなんかよくご飯代とか消えていくお金にお金が全部いってたんですけど、それを全部さ、今年は自分にかけるようにしてみようと思って、なんか最近決意をしました。可愛くなったらもちろん人生も変わると思うし、なんか自分的に自己肯定感が上がることって本当に大事だと思ってて、それは可愛いか可愛くないとか関係なく、自分に自信がある人って本当に素敵だと思うんですよ。ただ私は本当に昔から自己肯定感が低いから、そこをね、どうにか上げる努力をしていかないとなという思いました。で、実はね、もうすでに何個か試していたりして動画にもしてるんですけど、まだこれから出していこうかなと思って、なんかね、動画の雰囲気っていうか動画の内容もこれからはちょっと自己肯定感を高めるシリーズ的な感じで、どんどんこう自分磨き的な動画を出していこうかなと思ってます。もちろん今まで通りの動画も出すんですけど、なんか皆さんも自己肯定感低いの悩んでるって方とか、もっと可愛くなりたいっていうね方がいたら、一緒にさ、そういう可愛くなる努力をしようみたいな動画を出そうと思ってます。なんかさ、やっぱ自分に自信がないと何事もうまくいかないわ。でもとりあえず今は全ての持ち物が低くて、本当に部屋も超汚い状態だったから、それからまず直そうと思って部屋をピッカンピッカンにしました。やっぱ部屋の心は心の乱れなんで、肌管理とかにもちゃんとお金かけようと思うし、でさ、化粧の仕方とかはもちろんいろいろあると思うんですよ。私は結構普段一緒になりがちなんですけど、そういうのももっとね、さらに研究したり、髪とか肌とかにお金をかけていきたいなと思ってます。そう思って最近はマツエクをつけたり、あとはですね、ちょっと隠してたんですけど、まあインスタでは言ったんですけど、エクステをつけました。なんか私的に一回ボブにね、1年半くらい前にして、そこからちょっと顔が漏れづらくなったんですよ。ってことはやっぱり私はロングの方が似合ってたんじゃないかなと思って、でもね、髪が本当セルフカラーとかセルフブリーチで傷みすぎて全然伸びないんですよ。めっちゃ頑張ってるのに。そしたらやっぱりさ、ロングの方が好評だし、しかもさ、あの髪もやっぱオレンジとか赤っぽい感じが私は似合うのか知らないんですけどね、私自身好きなのでしたら結構好評です。ちなみに最近はね、めっちゃね、化粧濃いめにハマってて、結構アイシャドウがっつりしたりして、今までとちょっと化粧も違うんじゃないかなと思ってます。でね、皆さん気づいてると思うんですけど、ダイエットが全然進んでないんですよ。本当に全然痩せれてなくて、むしろ太ったんじゃないかレベルで、なんかさ、ダイエット動画をさ、結構定期的に出すのに、本当にさ、なんか私はいつまで痩せないんだって感じで、もうね、ムカついて逆にもうやる気も出ないというかだったんですけど、自己肯定感も高めたいし、なんか今まではさ、1ヶ月後とかでさ、いつも経過発表してたんですけど、毎週1週間ごとの同じ日に今週は何キロで、でどういうことを ここから1週間どういうダイエットをしますっていうのをさ、説明した方がさ、私もさ、痩せれるしさ、視聴者さんも見応えがあるんじゃないかなと思うんですよね。てか一緒に可愛くなっていく YouTube チャンネルとかできたら最高じゃないかなって思ったの。だから YouTube もね、更新頻度増やしつつ、なんかそうやってみんなも参考になるし、私も勉強になるというか参考になるチャンネルにしていこうかなと思ってますっていう動画で、みんなにチャンネルの相談をするというあとね、もう一個忘れてて報告しなきゃいけないことがあるんですけど、今月の今週から毎週土曜日の9時からお酒を飲みながらね、 YouTube ライブをしたいなと思ってます。ちょっと YouTube ライブにも力を入れたいなと思っていて、でもね、せっかく YouTube ライブ始めても誰も来なかったらめっちゃ寂しいので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あともう一つ報告あるわ。 TikTok アカウントを前から持ってるんですけど、コウメちゃんのアカウントも作って、コウメちゃんの動画をね、
昨日っていうか今日かな、初めて出してみたら結構今のところたくさんの人に見ていただいてるんですけど、ぜひね皆さんもフォローとかいいねとかコメントしてくださったら嬉しいです。はい、そしたらメイク終わりました。ちょっとこっちチーク塗りすぎたかなっていう感じです。ということでヘアセットしよう。なんかもう今ねへそ下、へそくらいまでの長さがあるんですよ。だから結構ね最近これ巻いたらめっちゃ派手でね、すごいギャルみたいになっちゃったので、最近はストレートが多めです。シーレクステって人生初でやったんですけど、昔編み込みをやってねめっちゃフケが出たトラウマがあって、そこから育成できなかったんですけど、シーレクステめっちゃ楽ですね。ただちょっと気になるのがね、色がちょっと違うんですよ。というのも私がさ毛先が痛みすぎてね、カラーがね根元と同じカラーが入らないんですよね。だからこのエクステ自体は根元と一緒のカラーなんですけど、毛先はちょっと金髪っぽいからねちょっとね浮いてしまってるんですけど、そこはまあゆるく見てください。でもやっぱロングいいですよ。ロングしか勝たんって感じ。ロングの方がやっぱね明らかに漏れます。その分ちょっと派手になっちゃうんですけど、これねへそ下っていうめっちゃロングにしたのは、まあ、どうせ同じ値段だったら一回一番長い長さで楽しんで、飽きたら普通にさここら辺で切ってもいいしみたいな感じで楽しもうと思って、今まだつけてもらって 2,3 日目くらいなのでロングを楽しんでおります。じゃあアイロンしていきます。でもなんかね X ってちょっと私アイロンするのめっちゃ難しいんだけど、こんな感じでいいのかな。エクステもさ結構高くて、これ70本つけてもらったんですけど、まあ、安い方のお店でつけてもらったんですけど17,000円くらいしたかな。で結構やっぱねエクステってお値段しますよね。毎月しようと思うと結構お金かかっちゃうなと思いつつ、とりあえずお試しでやってもらってみました。今年はねちょっと垢抜けたいなと思う所存でありますので、とりあえず自分にの作家可愛くなるためにさかかるお金はあんまり惜しまないでおこうと思います。なんかあれしたいなと思って、エラボトックス、私特にね右で噛んじゃうから右の輪郭が本当にね左と全然違うんですよ。こっちの方が広がってるじゃないですか。これはもともとのさそのエラが張ってるとか骨格的な問題もあるかもしれないけど、ただねまあエラボとしても全然変わるかなと思うので、ちょっとやってみたいなとか思ってます。ということでこんな感じで用意は終わったんですけど、今回の動画で伝えたかったことは、まず一つ目がこれからね私は自己肯定感を上げるために自己肯定感上げていこうシリーズを出していきます。で二つ目が、毎週しばらくの間同じ曜日に私は体重を公開して、あとはまあ多分今週やっていくダイエットとか、どういうのを食べてどういうことをするみたいなやつを紹介する動画を出していきます。あともう一つが、これからの毎週土曜日の9時から YouTube ライブで、まあ、お酒を飲みながら皆さんと楽しくお話をするっていう、まあ、ライブをします。で最後は TikTok でコウメちゃんのアカウントで動画をね最近更新しているので、ぜひそれも見てください。まあ、ということで情報過多ではあると思うんですけど、またね動画更新もいっぱいしていきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日の動画もいかがだったかでしょうか。動画楽しみにしてるよとかね TikTok 見るよって思ってくださる方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。